コンスタンティノス6世、771年1月14日から797年は、東ローマ帝国イサウリアーサの第4代皇帝。同王朝第3代皇帝レオーニ4世の子。780年、当レオーニ4世の死により即位するが、救済という幼少であったため、聖母、エ霊レーネーが摂政となって政治を取り仕切った。エーレーネーは、 イコノクラスムーには、否定的で、イコン派壊霊を破棄して、イコン復活策を採用した。しかしそのため、イコノクラスムーを支持する一派が、コンスタンティノス六世と結びついて、レーネーと対立した。もともと、コンスタンティノス六世は、母親と、不仲なこともあって、イコノクラスムーを支持したが、いつの間にか、コンスタンティノス六世は、イコノクラスム支持派とも対立してしまう。また、 祖父コンスタンティノス5世に習って第一次、ブルガリア帝国に申請したが、恐怖のあまり戦わずして逃走するという失態を演じ、軍隊や政府交換の指示も失った。この気を捉えたエレネーは797年、軍を動かしてコンスタンティノス6世を捕獲し、実の息子でありながら目をくり抜いて追放した。コンスタンティノス6世の追放後は、帝国東部では、 エーレーネーが自ら、ローマ帝国初の女帝を名乗り、帝国政法では、フランク王国の国王カールが、ローマ教皇レオ3世によって、コンスタンティノス6世の後継者として、ローマ皇帝に退官された。追放されたコンスタンティノスは、コンスタンティノポリスの片隅で、ひっそりと暮らしていたとも言われているが、詳細は不明である。娘のエウフロシュネは、 アモリア王朝初代皇帝のミカエル2世と結婚し、皇后になった。コンスタンティノスは、はじめ、カール大帝の娘ロトルートと婚約していたが、離婚復活政策が採用された後に解消された。最初、小アジアの没落地主の娘であったマリアと結婚したが、795年に離婚し修道院に入れられた。二条を設けた。二度目に、宮廷の女官。 テオドテイと結婚した、に難を設けた、ありがとうございます。